アイドルのくせに子供なんて作るから。もう裏切り口だな。裏ではずっとバカにしてたんだろ、この嘘つき。純粋じゃないし、つるくて汚いし、みんなが喜んでくれるような綺麗な嘘をついてきた。嘘が本当になることを願って。スケ君だよね。よく握手会来てくれてた。お土産でくれた星の砂だよ。それを言うんじゃ。